本日はお忙しい中、決算説明会、ライブ配信にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日は、まずはじめに、今期決算についてご説明させていただきます。その後、水曜とに移らせていただきます。なお、ご質問のある方は、会社名、お名前をご入力の上、チャットにてご入力ください。 質問は説明中も受け付けております。登壇者の説明、挨拶をさせていただきます。私は株式会社エクストリーム代表取締役社長 CEO の佐藤翔平です。隣におりますのが取締役管理本部長のユサでございます。ユサでございます。よろしくお願いいたします。それでは2022年3月期。 株式会社エクストリーム決算説明会を始めさせていただきます。はい。まず、はじめに、当社の会社概要をご説明させていただきます。株式会社エクストリームと言い,いまして、本社は豊島区西池袋にございます。あと、名古屋府室にあります。 あと去年から、昨年度からですね、この今の説明する期に、2022年3月期にかけてですね、従業員数がかなり増えております。連結で582名、単体で414名の組織になっております。<laughs> はい、続きまして、会社概要で、えっと、当社のです、ね、100%あの、子会社および持ち分適用法会社の説明をさせていただきます。 下、左からですね、ePark ーークテクノロジーズ、エクスラボ、エクストリームベトナム、それと、今期、えー、ごめんなさい、ePark ベーーットライフが持ち分適用法でございまして、えー、今期からですね、当、え、期、ー、からネクストンという会社が持ち分適用法会社になりました。 はい、続きまして会社概要のひ、ねまあ、一言で我々を説明する、えっと、キーワードとしましてです、ね、当社はクリエイティブな開発スキルを有するデジタルクリエータープロダクションですという形でご説明させていただいております。事業が3つございまして1つがデジタル人材事業もう1つが自宅開発事業最後にコンテンツプロパティ事業この3つで事業を構成しております。 はい、続きまして、えー、当期のです、ね、エグゼクティブサマリーという形で、えー、簡単に概要をご説明させていただきます。はいえー、連結の売上高なんですけれども、えー、72億3000万円というような形で、えー、当該期を終了いたしました、えー。連結の営業利益に関しまして、えー、5.92億円という形で、えー、着地いたしました。 売上高に関しましては、前期比116.1%、営業利益、前期比84.2%、売上高はですね、まあ、過去最高の売上高を記録できたんですけれども、営業利益に関しましては、前期比、若干の落ち込みがございました。営業利益はですね、テレビ CM をこの当期初めて投下いたしまして、それの投資により減少しているというような状況になっております。 続きましてトピックスに移らせていただきます。事業面に関してのトピックスといたしましてデジタル人材事業、これに関しましてはです、ね、コロナ禍の回復とあごめんなさい、コロナ禍からの回復とテレビ CM の効果で需要の取り込みには成功いたしました。機種からプロジェクト数は順調に回復しておりい、えー、きまして今年あ、ごめんなさい、昨年夏からです、ね、開始した テレビ CM の効果もあって、二級以降は売上高、プロジェクト数ともにですね、飛躍的な伸びを示しました。人材調達経路を三つの柱に要約していきました。離職率は機会システムでの導入で低下いたしました。人材の調達経路なんですけれども、正社員、まあ中途採用も含めてですね、正社員雇用、もう一つが協力会社の要因、 最後にフリーランスの三軸こちらもフリーランスの方はですね当期のですね夏から新しくフリーランスエージェントという形でサービスを開始しました離職率に関しまして社員のですね離職率の低下に向けてですねオンラインのケアシステムの導入をいたしました離職率は1%台6か月平均で推移しておりまして現状も維持しております自宅開発事業 こちらはちょっと課題を先に、えあげさせていただきます。ベトナムオフショア事業。これはエクストリームベトナムという会社がベトナムのハノイにございますが、こちらの事業にまだ課題を抱えたところです。課題を抱えております。親会社の自宅開発部門、テックファンド事業本部、子会社エクスラボ、e-park クテクノロジーズは、 え順調に伸びてきており,おりまして、黒字を確保しておりますが、エクストリームベトナムは、コロナ禍の影響から、現地稼働率が低下し、赤字となっております。えー、まあ、あの、まあ、これ、今の進行期の話になるんですけれども、コロナもまあだいぶ落ち着いてきましたので,です、ね、今後はあのこちらの回復に、この課題の解決に、全力を尽くしてまいりたい次第となっております。はい、続きまして、コンテンツプロパティ事業。 スマホアプリラングリッサーサービス開始3周年を迎えました、えー、配信ローン実である中国は各種規制下が、えーまあ、特に当期においてはですねいろんな規制があの政府よりなされたんですけれども、えー、我々のラングリッサーには大きな影響を受けませんでした年間売上高は合計規模で安定しております、はい、今期も、えー、まあ あの前期のですね決算説明会などでもお話しさせていただいたんですけれども下げ止まり傾向にもあるというような形で今期も大きな変動は想定しておりません。業績面です。デジタルデジタル人材事業、自宅開発事業は過去最高の売上高を記録しました。コンテンツプロパティ事業、まあこれは今ラングリさのライセンスの収入になるんですけれども安定収益のプロジェクトにの状況に入ってきました。 先ほども申し上げましたが、自宅化事業のベトナムオフシャア事業は赤字脱却を期期の課題としてですね、今期注力してまいりたい所存でございます。はい、続きまして数字的な部分の通期決算の概要をご説明させていただきます。はい、売上高のまああのは先ほど申し上げた通り72億3,100万円というような形で。 着地いたたししましたえ、まあ、これの内訳なんですけれども、デジタル人材事業が41億8700万円、えー、自宅開発事業,事業が25億5200万円、えー、売上高においてはです、ねえー当、当該両方ともの事業に関しまして、えー、昨年度よりも、えー、大きく、えーまあ、慎重し,いたしました。コンテンツプロパティ事業に関しましては、えー、4億9100万円と、えーっと まあ落ち着いてきたというような形で、前期よりは85.3%というような形で着地いたしました。え、で、営業利益に関しまして、えー、と、ここの、この資料ではですね、デジタル人材事業7 5200万円と、前期比で下げてるんですけれども、実は、あの、まあ、テレビコマーシャル見ていただいた方、いらっしゃるか、あれなんですけれども、えー、デジタル人材 派遣はエクストリームという形で、このデジタル人材事業を中心としたテレビコマーシャルを打たせていただきました。えー、従いまして、セグメントでこのデジタル人材事業の販管費としてです、ね、その広告費を落とさせていただいております。えーそ,まあ、それの影響もあって、これは前期,期落ちてるというような形なんですけれども、売上高が、あのーまあ、その夏以降です、ね、かなり上がってきてますんで、今後はここは安心して、この下がっているのを安心して捉えております。 自宅開発事業、こちらは先ほど申し上げた通り、本社の事業部隊あるですねテックファンド事業本部、EPARC テクノロジーズ、株式会社 X ラボ、それとベトナムのエクストリームベトナムと、大きくこの4つの事業体が、その総合を自宅開発事業という形で呼んでいるんですけれども、 えーまあ、それぞれ、えー、とエクストリームベトナム以外はです、ね、順調に、えー、利益にも、えー、とかなり供与しているような状況なんですがエクストリームベトナムの,ちょっとあの影響で,です、ねえー、マイナス5200万円というような形で着地さしております。たただだ、えー、これの実績をご覧いただいて とですねえー、自宅介業1億2100万円から、えー、マイナス5200万円、まあ、赤字はまだ赤字なんですけれども、えー、順調に回復、えー、基調にございます。えーまあ、今期に関しましては、先ほども申し上げたとおり、えー、コロナの影響もだいぶ薄れてまいりまして、まあえー、国をまたいだです、ね、移動も、えー おそらく、えっ、ー、と、今期に関しては解決できるんだという形で考えておりまして、そういったところでですね、エクソリベトナムの不死話開発事業、もうちょっと、もっと早くですね、早期に課題を解決させていただくというような形で考えております。はい。えー、じゃ続きまして、次のページ。えー、今度は BS です。BS のサマリーで言いますと、あのー、 下にですね特記事項が書いてあるんですけれどもちょっとこれは読み上げます。ベトナムオフィシャル事業に関するのれんを一括消却しましたためのれんの残高はゼロという形になりました固定負債の減少に関しましては長期借入金の減少によるものとなっております。 短期および長期借り入れ金の残高は1億9500万円と、借り入れ依存度は3.88% 38まで、これはどんどん下がっているような状況です、はい。続きまして、連結売上高、営業利益、営業利益率推移についてご説明させていただきます。こちらも資料をちょっと読み上げさせていただきます。 売上高は3級にて過去最高の19億2200万円の実績を記録いたしました4級に関しましてはですね自宅開発売上高の変動で若干変動をしてきているというような状況です2級3級に関しましてテレビ CM 等のコストにより一時的に営業利益率が低下したもののです、ね、4級では回復してきております ラングリッサー効果一巡により営業利益率は全期で低下したものの売上高は順調に伸びていると。 あのーまあ、何年か前のです、ね、ラングリッサーが、えー、大ヒットしたときにです、ね、ご説明させていただいたんですけれども、えー、ゲームの、あのー、ヒットっていうのは、これ、永遠に続くわけではございません、えー、これが、あのー、順調にちょっと、えー、順調に下がるっていうのも変な言い方ですけれども、えー、だんだん下がっていくと、えー、そこに合わせてその下がり幅に、えー、その下がるのにです、ね、どういう手を次、打てるかっていうことで、えー、と、ね。 特に前当期,期といいう形でですね手を打ってまいりまりした、まあ、期に関しましてはテレビコマーシャルを打ったりだとかっていうことでいろんな施策を打ってまいりましてですねそのラングリッサーがだんだんと落ちていくのに対して他の事業を伸ばしていくというのがやっと数字に徐々に出始めた年だという形で考えております。 はい続きまして、これはデジタル人材事業の月次推移に、売上推移をご説明させていただきます。一番この右のですね、2022年度、3月ですね、3月度の、これはあの棒グラフは月次単位でずっとこう推移を追っておりまして、見てご覧いただいた通りですね2022年の3月度は一番高い売上高を推移しておりまして、順調に売上高が上がっていっていると。 ような状況です前年同期では119%約120%の進捗率を記録しておりまして単月売上も過去最高を記録しております。テレビ CM 動画広告を2021年8月より開始しまして2021年10月には月賞が4億円を突破したと。 まあ、実はこの事業で4億円を突破したっていうのは、えっと、まあ4、4×12 でですね、48億円。え、年間で、えー、こう、あのー、ストックさせていくようなビジネスモデルになってますので、えー、48億、まあ、約50億円をボトムにすることができるようになったというような形で捉えております、えー。今後もですね、費用と収益のバランスを鑑みながらですね、今期において、この今の進行期においてもですね、テレビコマーシャル等の反則活動を えー、随時計画していきたいなという形では考えております、はいえー、続きまして、えー、デジタル人材事業の月次あのプロジェクト数と、えー、稼働単価あのデジタル人材事業において、えー、最も重要なのがこの、えー、最も重要な KPI がこの、えー、月次プロジェクト数とですね稼働単価というような形になって、えー、捉えております プロジェクト稼働数はです、ね、コロナ禍を影響を受けた前期です、ね、から大きく回復してまいりました2022年3月は前年同期期で118.7%新調しました約120%稼働単価も単価施策はです、ね、引き続き向上に作用し2022年1月期においては過去最高の平均稼働単価を記録いたしました 以降も67万円台の高水準を維持しておりまして、今期も引き続き、高い単価水準で推移していきたいと、させていきたいと考えております、はい、続きまして、通期の決算、デジタル人材事業本部の事業のですね、主要 KPI の説明をさせていただきたいと思います。 これもちょっと繰り返しになるんですけれどもプロジェクト稼働数に関しましてはですね2021年3月期から2022年3月期において急成長しております取引先数も、まあ、取引先数の成長曲線に比べて稼働数が多いというのは我々の企業がですねお客様の方によりこうあのニーズ必要とされてたくさんの人が1社当たりの に我々稼働している数が増えているというような形となっております。 クリエイターエンジニアの数、これは社員でのクリエイターエンジニアの数なんですけれども、こちらも364名から403名、約40名近くですね増えておりますし、昨年度におきましては、ですねフリーランスエージェントも、フリーランスのエージェントサイトも稼働させまして、我々のその人材の調達に関わるですね方法も増やしていっておりますので、 もっとたくさんの人数がわれわれと一緒にお仕事するような形となっております。はいえー、じゃあ続きまして、えー、この新興期ですね、新興期の見通しと戦略を発表させていただきます。新、は、興、いえー、期、この2023年3月期におきましては、まず最初にちょっと数字を発表させていただきます。 売上高77億円、営業利益6億円、経常利益6億6千万円、親会社株主に属する当期準利益は4億4千万円、1株当たりの当期準利益80円、0 6 0 0円というような形で今のところ計画し,今計画しております。売上高のです、ね、内訳イメージについてご説明させていただきます。デジタル人材事業48億円 全機械114.6%の,、えー、あの伸びを計画しております、えー、ウェブ系顧客あとでもう一度あのウェブ系顧客とは何ぞやみたいなあのお話を説明させていただきますけれども、えー、顧客の拡大および積極採用によりプロジェクト数を増加させたいと考えております、えー、自宅開発事業に関しまして、えー、25億円、えー、前期械97.9% えーまあ、大型プロジェクトであればあるほどです、ねえー、長くあの開発を期間を有し,しますので、えー、年度の中であの納品ができなかったりだとかっていうようなことがあってです、ねまあ、ほぼ全、えー、期イーブンというような形で、えー、着地する予定となっております、えー、それぞれの,あの、まあ、事業部門、えー、および関連会社の売上高は、えー、記載のとおりになっております、えー、コンテンツプロパティ事業、えー、約4億円 という,ような形でこちらは前期、えー、まあ前期前期というか、まあ、この説明している期ですね当期に関しましては、えー、5約5億円で着地したんですけれども、えー、この今の進行期に関しましては前期,前期比で81.5%を計画しておりますえー、まあ当期から進行期今の進行期に関しましては増収増益を想定しておりますデジタル人材に関しましては引き続きな 堅調な伸びを想定しておりますし、えー、まあ、今までこう打ってきた反則活動の結果をも,もっと積極的に取り込んでいきたいですし、えー、まあ、この当該期においても計画をしております。えー、自宅開発事業に関しましてはベト,ベトナムの事業のですね立て直しで利益回復を、えー、と目指しておりますが、予想には、えー、そまあ、それがどれだけいけるかっていうのはちょっと固く今見ているようなのが現状です。 コンテンツプロパティ事業に関しましては、えー、ラングリスー効果、えーまあ、これもあの先ほど、当、え、期、ーまあ、において3周年というような形で、えーっとなえー、お話しさせていただきましたけれどもです、ね、今期、まあ4年目、えー、っとどういった形で、まあ、あとは世界の情勢がどう移っていくかということにも、あのまあ、これは日本国内だけの、えー、事業じゃないんで,です、ねえー、なかなか見積もりがしにくいんですけれども、保守的に、えー、見て、えー、こういったような状況で、えー、考えております。 続きまして、配当についてのご説明をさせていただきます。2023年3月期に関しましては16円、1株当たりの配当金は16円というような形で考えております。ちょっと下のトピックをちょっと説明させていただきたいんですけれども、当社はですね上場してから配当成功ですね当期利益の20%にしようと。 いうようなそこで株主様に還元していこうというような形で考えております。ですので,です、ねあの、純利益の額が増えてくると、配当も増やしていけるというような形で考えております。というのが、あのまあえっと、この2023年3月期、20%も20%を維持しつつ、つつという形で配当を行いたいと考えております。はい えー、以上が、えーと、当期およびこの新工期の、えー、説明になるんですけれども、えー、続きまして、まあ、当社のです、ねえー、っと事業のちょっと、えー、ハイライト部分をです、ね、いくつか、えー、かいつまんで説明させていただきたいと思います。えー、資料の23ページ目、えーっとですねえー、こちら、あのーまあ、当社のです、ねえー、顧客企業の、えーっと 配分,配分というか、えー、ですね、えー、なんですけれども売上比率による配分なんですがエンターテインメント系の売上高が今、えー、っと売上比率48.9%非エンターテインメント系が51.1%、えー、今から約7年半前にですね上場を、えーまあ、当時は当初マザーズ仕様に上場したんですけれどもその時はエンターテインメント系の売上高が約90%。 非エンタメ系が10%だったんですけれども、この7年間で,です、ね、非エンタメ系の売上高が非常に伸長してまいりました、この傾向は今後もまだ続いていくと考えておりまして、非エンタメ系をさらに伸ばしていきたいと、もちろんエンタメ系は伸ばしつつも、非エンタメ系の伸ばす速度を加速度的に上げていきたいと考えております。 はい、えー、続きまして、えー、その中のですねですねデジタル人材事業いわゆる人材が、えー、我々の社員がですねお客様のところに、えー、のプロジェクトに参画してという、えー、派遣型の、えー、ビジネスのですねお客様の分布の推移をご説明させていただきます、えー、こちらもですね、えー、まだあの現場に行ってる人間はあの若干、えー、エンタメ系の顧お,お客さんの方が 多いです、えーまあ、多いと言,言いましてもです、ねえー、エンタメ系顧客が50.6%、えー、非エンタメ系の、えー、お客様が49.4%、えー、こちらももうかなり拮抗した、えー、ような状態になっております。はいえー、続きまして、38ページ。 はい、当社の成長戦略、まあ、これもあの、まあ、何回かわれわれのこういった説明会にですねご参加いただいた方々にはもう何,何度もお話ししているような状況なんですけれども、われわれのこのデジタル人材事業、自宅開発事業、コンテンツプロパティ事業、これはまあそれぞれ点と点で存在しているのではなくて、ですねそれぞれがシナジーを持った動きをしていきたいと考えております。 えーまあ、どういうことかと言いますとですね、我々の組織の中で一番大きいのは、えー、クリエイターダストとかエンジニアが、えー、いるですね、クリエイターエンジニア本部っていうのがあるんですけれども、えー、そこの人間がですね、それぞれの、えー、事業のですね、プロジェクトに参画しに行くというような形で、えー、シナジーを持って動いております。ですので、根っこは、 あのそういった人がやっぱり、えー、最重要であってそこからそれぞれの事業に展開していくというような形で考えております、はい、それぞれがまあ今後もですね、えー、シナジーを持って伸ばしていきたいというような形で考えております、はいえー、最後にですね、えー、業績の推移の,あの棒グラフなんですけれどもえー、っとまあ 売上高に関しましては、えーまあ、この当期のです、ね、2期前の71億6100万円というのが、えー、一番トップだったんですけれども、当期に関しましては、先ほどから繰り返しになりますけれども、過去最高の売上高を、えー、記録しております、えー。経常利益に関しましてもです、ね、えーっとまあ、ちょっと右肩下がりに見えるんですが、えー、構造をだいぶ変革することができました。えー、このまま本当 下がっていくとこれ、一番危ないんですけれども、あの実は中身の、えー、さっき言った通り、えー、ラングリスターの収益がガッと落ちていくのに、えー、反比例する形で,です、ね、す、えー、と他の事業が伸びていきましたんで、ですね、えー、ここはここあの今の、えー、この投機をですね、えー 一番とただこ、今期も、あのこの新興期もちょっと、あのー、経通に関しては、えー、ほぼ変わらないような形、まあ、若干下に見ちゃってるんで、あれなんですけれども、あのーまあ、構造を変えつつ、ですね 2>,、うんえー、2年後、3年後、中期的にはあのー、そこを、えー、きっちりと伸ばしていくような形にしていきたいと考えております。 はいえー、以上でですね、えー、2022年3月期の株式会社エクストリーム、えー、決算説明を終了いたします。質疑応答に移らせていただきます。なお、引き続き時間がある限り、ご質問にお答えしたいと思いますので、ご質問がある方はチャットよりご入力ください。はい、それでは、えー、質問、いただいている質問にお答えしたいと思います。えー じゃあ、質問は読み上げるんですよね。はいえー、っとじゃあ、質問、まず読み上げさせていただきます。えー、2000ああ名前は言わないですよね。はい、<laughs> すみません。えー、2023年、3月期の業績予想は、お指摘ではないでしょうか。えー、例年、3級に、えー、情報修正を出されている印象があるので,しょですが、いかがでしょうか。 えー、こちらなんですけれども、じゃあちょっと事業別に、あのー、お答えさせていただきたいと思います。えー、デジタル人材事業、えー、こちら、まあ、さっきの説明の中でもちょっと、えー、軽くお話したんですけれども、えー、人が、まあ、稼働していって、ですねそれにど,どれだけこう新規を積み上げていくか。 えー、それとその、えっと、今、動いている人たちがどれだけ終わ、まあ、ったり退職したりだとかそういったことがあるかというような、まあ、過去ずっとこうと我々のその営業力、えー、との数字のバランスで、えー、ほぼ実績過去の実績をです、ね、この予測にどれだけあの引いてあのを用いてです、ね、予想を出しております。えー、ただ プラス、えー、っと、まあ、どれだけ新しいお客様を開拓していくか、どれだけ新しい業,業種業界にアプローチしていくかというようなことも踏まえてですね、業績予想を出しておりますので、えー、本当に実績の積み上げというような形で今、2023年の3月期の予想を出させていただきました。えー、自宅開発事業に関しましてもですね、 えーまあ、過去、えー、今まで,です、ねえっとまあ、我々の、えー、っと技術者がこ、えー、この事業にどれ何人携わってお客様からどれぐらいの,あの、まあえっと、保守運用のサービスがベースにあってそこに新しい新規開発がどうやって生まれてくるかというような、えー、形のものを、えー、計画として織り込んでですね、えー、あ織り込んでみ、ね、てあのそれをベースにあの実績あの積み上げていっておりますので、えー、ほぼ、えー、過去の,あの やつを、えー、こう積み上げていくというような形で見ております。えプラス、えー、最後にですね、コンテンツプロパティ事業に関しましては、えー、ライセンス事業が、えー 主な収益源と今、現状になっておりますので、えーまあ、これは本当に過去、えー、どれぐらいの、まあえー、と前年度比からどれぐらい落ち込んでいくだろう、えー、っていうような形で、数字を出さ,出させていただいておりますので、えーまあ、保守的というよりはです、ね、実績をすべての事業に関しまして、過去の実績をベースとして、えーまあ、今期を、えー、との予想を立てると、計画するというような形で出させていただいております。 えー、ですの、ね、で、まあ、保守的というよりは、まあ、そういう形で出させていただいたというのが、あの、我々の,あの発表数値となっております。えー、また、2番目の質問の、三級に情報修正を出されている印象があるのですが、いかがでしょうという、あの、まあ、に、確かに、えー、過去そういったことを2度、3度ほど、まあ、あの、コロナの影響もあってですね、ちょっと読みにくかった、えー、この2年ほどは、えー ことがあります。まあ、多分おそらくそのあたりを、えー、ご指摘されてるんだと思うんですけれども、えー、まあ今後においてはですね、その、そういった外的、 部分の影響は受けにくくなってくるとは思いますんで、えーまあ、未来に関しては絶対こうできる、こうなるっていうのはなかなか言いにくいんですけれども、えー、過去は確かにそうでした、えーまあ、今後はそうじゃないように、あの我々のこの計,計画数値をしっかりです、ねえー、上にも下にも、えー、行きにくい形で運営していきたいと考えております。 はい、えー、続きまして、あ、もう一問あった。えー、っと、テレビ CM の具体的な効果と、えー、今期の投入予定、えー、予算をご教示くださいというような形です。えー、テレビ CM の具体的な効果、あの、あまりこう数字でですね、えー、いくら、えー、投下して、<laughs> いくらのそれによる新規受注がありましたということは、外に外部開示しておりませんので、数字に関してはちょっと今回はご遠慮させていただきたいと思うんですけれども、テレビコマーシャル、我々われ初めてですねこの事業に対してのテレビコマーシャル、この夏に昨年度の夏にですね行わせていただきました。 えっとまあ、当初はです、ね、どれぐらいの効果があるんだろう果たしてそれに対して、えー、お客様からどういった、あのー、反応があるんだろうというような形でありましたけど実はあの、まあ、これは実績なんで、えー、っとお話し,しますと夏に1回ドンと打ちました、えー、それと、えー、秋口にもう1回それと、えー、この今年入って2月に3回目という形で。 えっと、最初の夏にですね、打ったのが効果がなければ、2回目、3回目はやらなかったと思います。やっぱりそれなりの効果があったので、2度、二回目、3回目につなげていったというような形です。で、まあ今後のですね、え投入予定、ごめんなさい、投開予定予算をご教示くださいという形な、まあ今期ですね、今の進興期に関しましての、なんですけれども、こちらも現状、えまあ、 いい結果が得られたので、今期もです、ね、やっていきたいとは考えておりますけれども、具体的にあのまだ数字だとか、時期だとかっていうのは発表させていただいておりませんので,です、ね、今回、この部分もちょっとご遠慮させていただきたいと考えております。はいえー、続きまして、えー、あもう1問質問いただきました。 え、離職率の低下が今後の成長ポイントだと思いますが、実際に離職率の低下につながった施策のオンライン社員ケアシステム導入について教えてください。あのー、まあ、我々、この事業に対してです、ね、離職率っていうのは非常に重要な、非常に重要な KPI で K、K が重なっちゃうんですけれども、重要な指針の一つです。えー、っと、 まあ導入に教えてくださいというのは、これ内容に教えついて教えてくださいということであればですね、ちょっとこれ我々の独自のですねシステムを社内で開発をして、社内で運用しておりますので、ちょっと中身に関してはあのご遠慮させてください。ただですね、のの離職率をどんだけ下げていくかは、ここはあ、のー まあ、それこそ上場前から、です、ね、ここの,あの数離職率の数字に関して、えー、重要な指標として、ですねどうやって下げていくっていうのは、いろいろやっておりました、まああの、他社さんも含めて、この人材が社内にいない会社に関しまして、例えば、えー、定期的にミーティングをするだとか、えー、そういったことはいろいろやっておりますし、まあ、我々もあも同様のことを、えー、やって やってままいりましたただ、まあ我々の外で発表している部分でいえば、ですね、社内にもそういった、これ、コロナの間はちょっとできなかったんですけれども、社内にそういった交流施設を作っておっ えー、作っていたりですとか、えー、あとは、あのまあ、これもハードウェア的施策っていうところで,です、ねえー、そういう教育研修の,あの施設を作っています。えー、それにプラスして、えー、前期からです、ね、このオンライン社員ケアシステムというのを導入しまして、えー、これがあの構想しているというような形で考えています。はいえーはい、お答えさせていただきました。 えー、以上で、えー、質問が、えー、あ質問以上となるんですけれどもじゃあもう、えー、こちらで、えー、質問もないようですので、えー、っとこれにてですね、えー、決算説明会ライブ配信を、えー、終了させていただきます、えー、また本日の模様は後日アーカイブにて配信いたしますそれでは時間になりましたので本日の決算説明会を終了させていただきます 本日はお忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。